足が塩吹くときに飲むもの、まずポカリスエットをちょっと半分コップに移します。半分移してこのお湯を注ぎます。ポカリスエットとお湯を1対1で割ります。やってみてね。挑戦者堀口恭司。その目が見えてはありますが、まあこのトムエイティを意外と出しちゃう人ですからね。そうですね、はい、先ほどから何回も見てますから。おっと、日本入れてきた。入れてきた。あー、来た。Thank you.